県内では今日新たに三十三人の感染が確認されました。このほか患者一人から変異ウイルスが検出されました。感染が確認されたのは仙台市で十二人、大河原町と川崎町でそれぞれ三人など合わせて三十三人です。このほか感染力が強いとされる N.501Y 型の変異ウイルスが仙台市の患者一人から検出されました。 N501Y 型について県内ではこれまでに検査した1963人中204人から検出され陽性率は10.4%となっています午後3時時点の県内の入院患者は123人でこのうち重症者は13人です受け入れ可能な病床の使用率は県全体で56.9%仙台医療圏では 75.6%となっています。